こんにちは、西青倉村の山根です。今日はですね、この鳥取県なんですけど、僕の家から約10分以内のとこにあるね、こう鳥取道を鳥取方面に向かう途中のね、西青倉村と鳥取の境にある人坂トンネルっていうところを抜けるとすぐ左に降りてもらって約1キロぐらい走ったところにある、以前からね、僕知ってたんですけど、今日ね、初めて寄ってみました。あ、これが、総ヶ滝っていうのかな。福っていう漢字を書いて、総ヶ滝。福ヶ滝かと思ったら、総ヶ滝ですね。ここですね。ここになんかいろいろ書いてありまして。総ヶ滝、ちょっと下に降りれるんでね、行ってみます。これですね、この後ろにあるね、小さめの滝なんですけど、なんかいい感じですよ、ここ。ちょっと一度ここでね、滝修行でもしてみましょうかね。すごい勢いで流れてなくて、水が少ない時は、こんな流れてないんですけど、今は結構ね、な勢いで流れてます。はい。まだまだね、なんか身近にいろんないいとこがあるんで、ちょっとまたね、紹介していきたいと思います。今日は、鳥取県の駒帰り福原、どっちかな、忘れましたけど、そこの総ヶ滝っていう滝を紹介しました。はい、ではまた放送します。失礼します。